暖かい朝もやが雨になる。眠った鳥を響かせ、うつむいたランナーが現れる。おととしの夏休み、あの人のタイムをほどけて測った。彼は今かけている質の闇を、病気の名前はミエロジェナスロケミア、図書館の椅子はひどく冷た。できるなら肩を寄せ走りたい。雨に消えて彼だけ知らない。なぜみんなが気遣うか。もうすぐ一人でボートに乗るの。さて行くオレンジのトランクス、やっぱり違う人なのね。過ぎた日の幻を見ていたの。できるなら肩を寄せ走りたい。雨に消えた。